この劇薬、不老不死の劇薬が、まあ、あるんじゃないかなということで、皆さん、これ、自分の姿を描いてもらいました。まあ、全然自分の姿に見えないんですけど。で、まあ、さっきみたいな感じでいくと、石川さんのはすごい分かりやすくて、意外と近未来なんですけど、ダーウィンの進化論みたいなやつが石川さんなんですけど、まあ、自分で説明したらいいんですよね。どんどん退化していって歩けなくなって飛べるようになる。まあ飛べるならヒーローになっちゃうということで、ヒーローになってます最後。そうですね。いう順番です。これが割とすぐですよね。100年ぐらい一番近い意味です。100年ぐらいでこうなるっていう感じですかね。で、野瀬さんのは、この前面に広がってるこれソーシャルネットワークサービスなんですけど、自分は、野瀬さんは媒体になると自ら自らが、まあ、ソーシャルネットワークサービスになって、だからどこにいるとかじゃないですね。でそれで、戸口さんの、戸口さんは、このどこに何だか